今年3月から突如流れ始めた謎の VTR。 さまざまな憶測が飛び交う中、 5.3 福岡でその正体が明らかに。 IWGP 世界ヘビー級王者真田の前に現れたのは、あ、ちょっと待って、何者かが姿を現した。ジンブラスト辻陽太。アメフト仕込みの豪快なファイトスタイルで若手時代から躍動し、2021年内藤哲也との壮行試合を最後に海外武者修行へ。それであっさりよ。内藤からの別れのメッセージです。その後イギリス、メキシコでの戦いを経て変貌を遂げた男が新日本のリングに帰ってきた。狙いをほら、とんでもない怪物がやってきた。真田、あんたの言う新しい景色、そこから見える景色はどんなんだ、教えてくれ。次の相手は俺だ。海外武者修行の直後に最高峰へ挑むのは、あのレインメーカーショック以来11年ぶり。ベールに包まれた実力が大阪の地で明らかになる。いいよ、やってやってもいいけどよ、あいつ損するだけだぞ。自分の実力のなさを知るわけではないと。変化を求め結果も出した。やっとたどり着いたこの場所はそう簡単には譲れない。覚悟はいいか、俺がプロレスを、いや新日本プロレスを面白くしてやるよ。そして昨日行われた公開調印式の場で、俺はロス・リングベル・ナブレス・デ・ハポン、その一員として戦いたい。辻陽太、ロス・リングベル・ナブレス・デ・ハポン電撃加入。確実に広がっている新日本プロレスの新たな景色。最強の証を手にし、リングの中心に立つ男はどっちだ。 IWGP 世界ヘビー級選手権試合、挑戦者辻陽太 VS 王者真田。